皆さんこんこにちは MBA ラウンジの川尻です今回からですね、ちょっとシリーズ化でですね、えー、MBA ラウンジの私がね、えー、おすすめする本について、えー、ご紹介をいろいろしていきたいと思いますあの。よく聞かれる質問なんですよね、えーまあ、MBA 留学とか目指す人とか、あそういった人からね、 あのどのような本をお勧すすめですかということを非常に、ね、よく聞かれますから、ちょっと、ね、これを、ね、シリーズ化したらいいのかなということで、えーまあ、いくつか、ねえー、ご紹介というところで、えー、やっていきたいと思います。で今回です、ねえー、ご紹介する本は、えー、こちらですね、えー、コトラ八8つの成長戦略という本になります。 あのなんといってもね、あのこのコトラーっていう人、フィリップ・コトラーっていう人なんですけれども、あのマーケティングの巨匠ですよね、マーケティングのグルと言われるとても有名な、えー、教授ですね、アメリカのケロックビジネススクールのー教授ですよね。なので、あのーまあ、これから MBA 学ぶ人とかはですね、この コトラーという名前はあ必ず覚えておかなきゃいけない、えー、教授ですよね。さまざまなあのマーケティングの論文書いたりとか、まあ、授業でもそうですけど、この人の名前はね、もう絶対出てくるということになりますので、ぜひ、えー、まずこの作者ですね、このフィリップ・コトラーという名前を覚えておく必要があ,あるということですよね。 有名なのだと、おまあ、この本とは別で、有名なのだと、STP 理論ですか、えー、セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニング、えー、こ,のこれを、ね、最初に提,提,提唱したのが、このコトラー教授ですしねあの、マーケティングのテキストブックも、きっとこのコトラー教授が書いたテキストを使うというスクールも多いんじゃないかなと思います。 でこちらの本ですね、7つの成長戦略というふうに書いてありますけれども、あの特にねあの、低成長時代に勝ち取る戦略的、えー、マーケティングというふうに書いてあるんですよね。特にこう低成長時代っていうのはね、まさに今の、まあ、日本とかあーですよね。あと、まあ、先進国なんかそうじゃないかなというふうに思うんですけれども、なので非常にね、えー、そのところで言うと、 まあ非常にこう、マーケティングとしては、やりがいになるところかなというふうに思うんですよね。まあ、ただ、この、成長時代に勝ち残るっていうのはね、あのー、放題でね、あの翻訳した時のタイトルですね、あのー。英語にはそういうこと書いてないです。<laughs> 英語の、あのー、原,原訳だと。 マーケット・ヨー・ウェイ・ト o グロース、エイト・ウェイ・ to ウィンということで、どこにも低成長時代って書いてないんで、ちょっとこ,これもね、マーケティング的なね、あの翻訳者の戦,戦略なのかもしれないですけど、まあ、とはいえね、本当に、あのーまあ、マーケティングに関するう基本的なところ、 というところは結構この本でカバーしているかなというふうに思うんですよね。なので、マーケティングはどういったものかなというところ、あとフィリップ・コトラ教授はどういったあ考えを,を提唱している人なのかなというところを見る上ではね、えー、いいというふうに思います。なのでね、まあ、こちらぜひね、読んでみてもらうといいかなと思いますね。まあ、いろいろお コトラ教授のフレームワークというのもね紹介していますから、まあ、そういったものを例えばこれから MBA やる人というのは参考になると思いますあと一つ重要なところで言うと、まあ、将来 MBA 留学をするという人はですねこういったこうあの有名な先生の本を事前に読んでおくというのはやっぱすごく重要ですね まあそれはあの自分のベーシックな知識にもなるということもそうですし、やはりあの向こうですね、行ったときにまあビジネススクールでさまざまなこう論文を書いたり、プレゼンテーションをしたりするんですよね。その時にえーリサーチする手間が 省けるとというところもあると思いますあ、それそういえばこの例えばねこのマーケティングの論文の課題出たけれども確かの日本語で読んだなということがあると思うんですよねでそういった時とかはこのねここにまあ英語のあのあの何て言うの原文原文の ね、現代ですね現代があるので、それで探して、該当するところをね、こうやってチェックして、えーまあ、出店というところで、まあ、書くこともできるし、非常にね、こういったストックっていうものを多く持っていると、実際留学したときとかですね、あのー、すぐにこう引,き出し引き出して、えー、本当にリサーチする手間が省けるんですよね、これはすごく時間の節約には有効になります。 ですから、まあ、そういったところもありますしね、この特にこの本を読むと、あのベーシックなあのコトラ教授の考えと提唱している内容ということがわかると思いますから、まあ、一つおすすめの本かなというふうに思います。ねまあ、あの他にもね、いろいろあまだまだいっぱいいっぱい紹介したい本がありますので、またね、次の動画で、えー、順次、いろいろ紹介していきたいと思います。 それでは、えー、本日は以上ですありがとうございました